私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。日本クラブユーサッカー選手権大会に5年連続で出場しているブラブリッツ秋田 U18、 さらなる高みを目指し日々汗を流しています。ちなみにさっき筋トレやってましたけど、筋トレ好きですか？あ、好きですね。結構、いや好きっていうか、高2にちょっと怪我しちゃって、まあ、そこから筋トレを重点的にやって、そうですね、がっちりしてきましたね、前よりは。あ、じゃあ前よりちょっと太くなったかな？そうですね、前もちょっと細かったので。筋トレの大事なところっていうのはどこに感じてますか？そうですね、やっぱり肉体的にも疲れちゃうんですけど、やっぱり一番大事なのは精神的に負けないことだと思います。おー、監督もそんなこと言ってましたからね。さあ、5年連続5回目の全日本ユース出場ですけれども、今3年生。はい、今年のチームは結構みんな仲良くて、先輩後輩もまあ関係なくピッチ内で意見を出し合えるチームなので、そういうところにも注目してもらいたいなと思ってます。そうです、なんかもう賑やかな感じでみんなワイワイとやってる感じはありますが、ユースを選んだ理由というか。東北の中だとやっぱりレベルの高い方だと思ってるので、やっぱり今もプリンスリーグに所属していたりなど、こういう恵まれたピッチもトレーナー、優秀なトレーナーさんもいるので、やっぱりそういうところに惹かれてきました。もう環境もすごくいいと。はい、寮もすごいもんね。そうですね、綺麗ですね。ひびくくんは寮は入ってないです。あ、でも行ったことはあります。いやー、あの空間びっくりするぐらいな。そうですね、新築なんでめちゃくちゃ綺麗で、居心地もいいです。じゃあご飯とか一緒になんかコミュニケーション取ったりとかは？たまにまあご飯食べるんですけど、やっぱり美味しいですね。栄養にもしっかり気を使っているんで、美味しいです。そのパワーを持ってね、はい、ズバリ今年のチームの大きな目標はどこに設定してますか？まあ、やっぱり去年も一昨年も、まあ、5年間全国でまだ1勝もしないということで、まずグループリーグまず1勝を目指して頑張っています。このグループどうですか今年の？まあ、そうですね、どのグループも強いんですけど、特に浦和レッズとかコンサドーレとか清水エスパルスなど、まあ、J1 の J1、J2 の下部組織なので、やっぱりそこはやっぱ燃えてます。それではですね、全国で一生というのを目標にしているだろうブラブリッツ秋田 U18 の代表して、スポーツの力と。スポーツの力は、スポーツを通して、いろんな人たちに夢を与えることだと思います。おスポーツの力、素晴らしい。